このうち北川村の奈半利川では午前5時の解禁と同時に待ち構えていた10人ほどの釣り人たちが川に入り釣り糸を垂らしていました。奈半利川は全国の河川の鮎の味を競う大会で去年グランプリを獲得しています。早速20センチほどのものを釣り上げた人もいて、この時期にしては大きく形もいいということです。数が多いんでこうちょっと細いのもいますけど、でも今年はなかなか期待できる状態じゃないですか。漁協によりますと例年に比べると小ぶりなものが多いということですが、これから水温が上がると大きなアユが増えてくると期待しています。